I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I count to ten, until I fall in love again. Find your chance to come my way. Stay right here and play the game. Catch me off guard once again. Make a move, I'll watch you. Pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. I wanna see you again, see you again. Let's do it again, do it again. じゃんじゃかじゃーん、はい、絶好調のアラッキーです。それとはい、ということで今私たち大分県日田市に来ております。でね、もう見て後ろ、この下のね濃いピンク、こちらはツツジなんでございますけどもね、この木々にぎっしりと丸っこいボンボリの可愛らしいお花がね咲いてますが、これ八重桜ね、八重桜がねぎっしりこの川のね土手っていうんだ、川沿いというかな、両端にねずらーっとね生えてます。すごい距離、距離にしたら多分
いやこれ多分距離にすればね1キロぐらいあるんじゃないでしょうかね、川のサイドにね。1キロって言わんやろ。1キロって言わんぐらいサイドかもしれんな。ちょうど今もうね見頃満開で、ちょっとね空はねちょっと曇り気味で、もう真っ白、今にも雨降りそうな感じの天気でございますけども、いやいやいやこれはマジで綺麗です。はい、本当にねまさかこんなね素敵にびっしりとね埋まってるとは思いませんでした。ねえ、これ本当に綺麗よね。ねえ、もうね、そうそう、もうね、本当にね、綺麗でね、もうね、変わってるの、例えば、ほら、ここがもうね、しだれて、ね、しだれて、それにぎっしりとね、八重桜がね根付いてます。もう花開いてますけどもね。だからこれちょっともう本当一部ですよ。これねこちらにもぐーっと植わってますし、さらにさらにこれも結構橋の方に来たんですけど、向こうの中心地までねぎっしりと今満開のねこの八重桜がね。何キロというか、まあ分からん、まあ1キロあるやろうと思うよね。いや本当綺麗やね母ちゃんな。ね、確かにな。いやーこれは本当にね皆様おすすめでございますよ。ねちょうどまだね時期じゃだけど、そう、まあ、時期がわからんたいな。ちょうどね今桜が終わった頃にこれ、うん、そうそう桜が終わった、だからまあこの4月のまあ中旬近くかな、ねまあ、10日過ぎぐらいからこっち咲き出すのかな。ねえ綺麗ね、本当に綺麗。まあ、でまた今回こうやってまじまじとこのね、八重桜を見たことないですけども、ね、八重桜って本当なんか作ったようなもうぎっし花びらがぎっしりとこう詰まってね、それがファーッとこう開いたこのね可愛らしい丸くなってね、うん、お守りみたいなとか本当可愛らしいね。でずこの川べりをね母ちゃん車を押しながらね両端をずっと、ね、今眺めてきたんですけどもね、いやーマジで本当にねこの風情、やっぱ日本の風情をね今ずっと楽しんできましたけど、ね、心癒されました。ねえ母ちゃん、ねえすごいよかったね。いや本当にな、こんなところがあるのかなと思うくらい、ね、素敵だね。いやいやまだねもう本で一部の見どころで、まだまだね手前の方にはね無数のたくさんのこの見どころがたくさんありましたので、ねえいやこれ全部撮影するとはちょっと結構難しいのでね。はい、ということで皆様ねぜひぜひこちら大分県日田市にこの足をね運んでいただいてというか、まあこの4月の時期にね足を運んでいただいてね、来年再来年とねこちら八重桜川沿いに見に来ていただければと思います。多分ね大分県日田市八重桜と検索していただくとねこの場所出ると思いますので、ちょっと場所がちょっとねここも日田の町の中心地なんですけどもね、もうすぐそこ日田駅もございますのでね、はい、まあ、日田駅から歩いてこうと思えば歩いてこれるぐらいの距離かな、約10分ぐらいで多分ここちら歩いてこれると思いますので、はい、ということでね絶好調のアラッキーとね、はい絶好調の母ちゃんです。はい、ということで、八重桜のご紹介でございました。はい、では皆さん、またねー。はい。